天上人どもも月々しき限りは皆前へ知り得の心、コマ撮りに片分けて暮れゆくままに今日に閉じむる霞の景色も慌ただしく、乱るる夕風に花の影糸ど立つこと安からで、人々痛くえいすぎたまいて、縁なる掛け物どもこなたかなた人々の御心見えぬべきを、柳の葉をもうたび当てつべき糸ねりどもの受け張りて糸る無人なりや、少しここしき手つきどもをこそ挑ませめとて、大将たちより初めて降りたもうに、えもんの神人よりけに眺めをしつものしたまえば、かの片足心知れる大目には見つけつつなお意図景色異なり、煩わしきこといでくべき世にあらんと我さえ思いつきぬる心地す。この金立ち、この君たち、御中意図よし、去る仲らいという中にも心交わして年頃なれば、儚きことにても物思わしく打ち紛らるることあらんを愛おしく覚えたも。で、天上人たち、月々しき限りはこの弓の射手として似つかわしい限りの者たちは、ふさわしい限りの者たちは、皆前知り得の心、いるときに前に立つ者と、それから後ろに立つ者と、左肩が一歩前に立つわけです。それから右肩、ウコンFのチャンピオンがその後ろ、少し後ろに立つわけです。そして的を射るわけですね。その前、知り得の心、前後の順序、コマ撮りに肩を分けて、コマ撮りにっていうのは入れ違いに、組み分けをして、で競い合って的を射るわけですね。暮れゆくままに今日に閉じむる霞の景色慌ただしく、日が暮れていくにつれて、このつまり弥生寺院ですから、今日でも春は終わり、弥生は終わりという、今日に閉じむる霞の景色、今日で終わりのその霞の景色も慌ただしい感じがして、乱るる夕風に花の影糸と立つこと安からで、ここも引き歌があって、今日の身と春を思わぬ時だにも、立つこと安き 花の影かな、今日の身と春を思わぬ時だにも、立つこと安き花の影かな。まあいかにものんびりした春の気分の歌です。大志高知の三つ根の歌で、古今集の二巻目、春の下の巻の歌ですが、その立つこと安き花の影かなというところを引いてきて、糸と立つこと安らかで、人々痛くえいすぎたまいて、その花の影、春の終わりの花の影、大層
その花の陰に立つこと、心安らかでなくって、人々を痛く言い過ぎたまいて、ひどく酔っ払いなさって、縁なる掛け物ども、素晴らしい掛け物、掛け物が出るわけですが、それを作るのは六条院の女性たちですね。お互いに工夫を凝らして、そしてこの勝者に褒美として商品を出すわけです。その掛け物なんか、こなたかなた人々の御心見えぬべきを、そのそれぞれにつけて作った人々の配慮のほどが現れるはずの品々を、柳の葉をもうたび当てつべきトレリども、柳の葉を狙って弓を矢を射かけると、何面でも射当てるほどの、ね、手だれのいて修練の行き届いたこの絵譜の物の譜のも、そのこの絵譜のトネリども受け張りていとる、それぞれ、競争心をかきたてて、そして受け張りて我が物顔に、商品を出た掛け物をいとってしまう、それじゃ面白くないわけ。本職のこの絵譜の武者が日頃の腕を発揮して商品片っ端から取ってしまう。無人なりや、無人っていうのはいかにもなんか遠慮がない、あるいは資料分別がない、無人ですから、この F の無人たちだから、これは意味がうまいの、意味を言うのがうまいのは当たり前のこと。それが片っ端から商品独占してしまう、なんか分別のないことよ、面白みのないことよ、というふうな気分ですね。で、少しここしき手つきどもこそ挑ませめ、それじゃ面白くないから、少しここしき手つきども、つまりこの F の武官だけじゃなくって、武者だけじゃなくって、ここしきはね、字を当てるとすれば、ここしきという字を子供子供メーターというような字を当てるのがいいだと言われてますが、あるいはここしき不器用なということかもしれない。少しおっとりとした、あるいは不器用な手つきの者たちを争わせ、競争させようというので、大将たちより初めて降りたもうに、サウの大将たち、ひげ黒あるいは夕霧をはじめとして、
それ以下の部門の者たち、部下の者たち、しかしそれはこの F の武者たちとは違う、金たちのこの F の上位の役に武官たちですね、そういう人たちが湯葉に降り立たれた。その中に当然右衛門の神も混じっているわけです。夕霧も混じっているわけです。人より家に眺めをしつつものしたまえば、この人はそんなふうに今大変かなわぬ恋に悶々としているわけですから、人より家に眺めをしつつものしたまえば、人よりも格別に恋の思いに深くとらわれていらっしゃるからして、恋の物思いに深くとらわれていらっしゃるからして、かの片足心知れる大面には、その例の夕霧、いや柏木のその恋の思いの片足を刺していられる。でここで人が、肝心の人のことが略されているわけですね。夕霧なんです。ウコンエフの大将の、そして柏木右衛門神とは仲のいい、夕霧が、夕霧の御命には見つけつつ、なお意図景色異なり、三宮への今人にも言えない恋の思いに悩んでいる、その右衛門神の思いのほどの一部分がさせられている夕霧の御面には見つけつつ、なお意図景色異なり、煩わしきこと出くべき世にあらん。柏木の様子を注目してじっとこう目を注ぎ続けているわけですね。こういうところ夕霧の心の細やかさが出ているわけです。やっぱりこの人の様子をただことじゃない、なおいと景色異なり、煩わしきこと出くべき世にあらん。ひょっとするととんでもない煩わしいことが起こるかもしれない。世にあらんのこの世はもう的確に男女の色恋沙汰のようですね。とんでもない煩わしいことが出退することもあるかもしれん。この二人の間柄だ。二人の間柄といっても、主としてそれは柏木の思いのありようですけれども、そういう気が夕霧にはしている。我さえ思い突きぬる心地す、そう思う夕霧自身でさえどうしていいか思いのほどもわからないような気持ちがしている。これ的に向かって矢を射当てようとして、この同じ矢場に立った時の夕霧の心の中に起こってくる心配なんですね。
心配事なんで、憂い事なんです。僕も中学校の頃はとにかく全寮主義の学校なんです。小説が読みたくて読みたくてしょうがないんだけども、寮で一人小説なんか読んでると、まあ最上級生になって5年生になったら別ですけれども、3年生4年生の頃なんていうのは上級生に見つかったらひどい鉄拳制裁食らいますから、そんなのバカらしいから、まあ小説は夜消灯してから隠れて懐中電灯でこう布団の中で読んだりしてましたけれども、あの頃ね、風と共に去りぬとかね、あるいはで、なんか運動やってればいいんですから、あの頃剣道と陸上競技と、それから夕食後まだ時間があるから、夕食後は弓道場行って弓を射てました。三つとも選手で、剣道も二段取りましたけども、弓の方も結構試合によく出ていました。その頃ちょっと僕らにはもうもちろん時代として古いんだけども、弓のことをよく書く小説家、エッセイなんかに弓のことをよく書く小説家は例の長野県の信濃の国の歌を作ったあの人ですよ。弓を射るってことのなんかこう真理の微妙さをよくエッセイに書いてた人です。つまり的は動かないわけですから、ちゃんと置いてあるわけですから、で単純な弓でこう矢を射るわけで、当たらないのは自分が悪いに決まってるんです。その的のこう弓のこう、ね、巻いてあるこう遠で巻いてあるところのあたりへこうぼーっと向こうの的をこう浮かべるわけですけど、その浮かべ方、これはまあ単純なんです。遠い距離のあれをこう近くのこのあれ浮かべればいいわけですから、ところがその時のこのね、自分のこう弓を引く時の、そしてこう頬付けをして、そしてこうこのところへこうスーッと矢をきちっとまっすぐにこう水平に当てる、それで高さ遠近が決まるわけですね。当たらないのは自分が悪いんです。で割に弓を引く時だけは剣道だとか柔道だとか陸上競技なんてのはいろんな条件がありますから、まず相手がいるわけです。ところが弓だけは相手がないわけです。ですからできるだけこう自分の心を平静にして、そして的に向かって無心にこうすると、パーンとこういい音がしてくれるわけです。ここも同じことでしょうね。でこんなふうにしてこう前後に立ってこういてるわけで、そうすると隣の柏木の心理状態っていうのが夕霧には実によくわかるんだと思うんですね。そういうところから察して、今夕霧の悶々としているこの思いただごとじゃないぞ、で夕霧の柏木の悶々としているその心のありようはただごとじゃないぞと夕霧は思っているわけです。割合に夕霧は細かいところがありますから、心のこの男の単純さというふうなものちょっと危ないぞと思っているわけですね。そういうところがこんなところに出ているわけです。そして煩わしきことを
いでくべき世にあらん。なんか非常に煩わしく危険なことが起こってきそうな、そんなどうも恋であるようだというふうな思いがしているわけですね。と、我さえ思い尽きぬる高知す、自分の心の中ででもどうにもほとほと思い尽きるような気持ちがしてくる。この君たち、君たち、御中意図よし、去る仲らいという中にも心交わして年頃なれば、儚きことにても物思わしく打ち紛れることあらんを愛おしく覚えたも。このお二人、夕霧と柏木、まあいとこ同士でもあるわけですし、家柄としても非常に同じような境遇であるわけですね。まあ夕霧が一人っ子、柏木の方は兄弟が弟たちがいるわけですが、で女中意図よし、そういう間柄という中であっても、同じような境遇のいとこ同士のような間柄であっても、特にこの二人は心交わして年頃なれば、よく心が通じ合っていて細やかであるからして、ちょっとしたことにつけても物思わしく打ち紛れることあらんを、柏木が世に物思わしい様子で心がすっかり女三宮とのことに傾いてしまっている、思いのほどであるのを夕霧は愛おしく覚えたも、気の毒なことだとお思いになっている。こういうところなんか夕霧の細やかな気分が出ていていいですね。